小さな谷川の底を映した2枚の青い幻冬です1.5月2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していましたクラムボンは笑ったよクラムボンはカプカプ笑ったよ クラムボンははねて笑ったよ。クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。上の方や横の方は。青く暗く。鋼のように見えます。その滑らかな天井を。つぶつぶ。暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。 クラムボンはカプカプ笑ったよそれならなぜクラムボンは笑ったの知らないつぶつぶ泡が流れていきますカニの子供らもポツ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 と続けて56つぶを吐きましたそれれは揺れながら、 水んのようにひかってななめにうえのほうへのぼっていきましたつーっとぎんのいろのはらをひるがえしていっぴきのさかながあたまのうえをすぎていきましたクラムボンはしんだよクラムボンはころされたよ。 クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された兄さんのカニは、その右側の四本の足の中の二本を、弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚が、 またつーっともどってしものほうへいきましたクラムボンはっったよ笑った。よ。にわかにパッとあかるくなりにっこうのきんはゆめのようにみずのなかにふってきましたなみからくるひかりのあみがそこのしろいいわのうえで。 美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこらじゅうの金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに。自分は鉄色に変に底びかりして。 また紙の方へ上りました。お魚はなぜああいったり来たりするの？弟のカニがまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。 そのおさかながまたかみからもどってきました。今度はゆっくりおちついてひれもおもうごかさずただみずにだけながされながらおくちをわのようにまるくしてやってきました。そのかげは黒くろくしずかにそこのひかりのあみのうえをすべりました。 お魚は。その時ですにわかに天井に白い泡が立って青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました兄さんのカにははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒くとがっているのも見ました。と思うう,うちに、 魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り上の方へのぼったようでしたがそれっきりもう青いものも魚の形も見えず光の金の網はゆらゆら揺れ泡はつぶつぶ流れました2匹はまるで声も出ず 居すくまってしまいました。お父さんの蟹が出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか？お父さん今おかしのものが来たよ。どんなもんだ。青くてね。光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの？ それが来たらお魚が上へ登っていったよそいつの目が赤かったかいわからないふ、うんしかしそいつは鳥だよカワセミというんだ大丈夫だ安心しろ俺たちは構わないんだから。 お父さん、お魚はどこへ行ったの魚かい魚は怖いところへ行った怖いよお父さんいい大丈夫だ心配するなそらカバの花が流れてきたごらん あわと一緒に白いっしょにしろいかわのはなびらがてんじょうをたくさんすべってきましたこわいよ、おとうさん。おとうとのかにもいいましたひかりのあみはゆらゆらのびたりちじんだりはなびらのかげは 静かに砂を滑りました山梨1五月宮沢賢治朗読岡野光介でした。